はい、で始まりました、もてつさんチャンネルです。さあ、今回はですね、そうですね、ハイチさんが昨日ですね、情熱大陸に出演されましたというか、まあ、特集か、されましたという形ですね。いやー、すごかったですね。まあ、自分自身はね、テレビで流れてるやつは、こうやって、ああ、そうなんだ、そうだったんだ、みたいなね。あ、こんな感じなんだ、あ、同じカメラ使ってるとかですね、これ今撮ってるのと同じだとか、あ、こういう感じなんだな、みたいな裏側がですね、見れて面白かったんですけど、その、ハイチさんが同時に配信してたんで、映像を見てるハイチさんがめちゃめちゃうるうるしてるのがですね、もうなんか、おぉみたいな。ハイチさんを見てるハイチさんに感動させられましたけどね。やっぱり苦労は大きかったと思いますからね。まあ、教育 YouTuber っていう形で出てましたけど、そりゃ教育 YouTuber で成功するっていうのめちゃくちゃ大変ですからね。ゼニゲバとかさ、偽善者とかって言われてたっていうね、あれは確かに、うわーって思いましたね。なんかこう来るものがありましたよね。だから儲かるみたいなイメージがあるから、YouTuber っていうのはね。もうそんなことないわけで、特に林さんなんてもう収益が全然ね、ない時代からやってるわけですから、それはもう強い思いがないとできないわけですよ。だから僕だって収益公開してるから、いいな、いいな、みたいな、すごいな、みたいにね、思われますけど、当然使って、てる時間を考えれば、もう圧倒的に普通にどこかで授業をした方がお金になりますからね。やっぱりもう一日に割いてる時間ってすごく多いので、まあ授業する人たちなんか授業準備もありますから、自分の場合だ企画作ってやって、その後編集するって言ったら、どうやったって編集するだけでね、2時間半ぐらいだいたいかかるから、プラスで、まあ最近は自分は解く問題結構出してるじゃないですか。だから当然問題解いてる時間があるんで、あれが動画によってはね、全然1時間以上解いてたりしてますからね。だからそんなに、そのお金のためにもしやってるんだったら、全然成立しないから、普通、教育系の YouTuber っていうのは。もちろん自分で何かね、学校とかやってるとか、そういうのがある人たちはね、この後ろがあるから大丈夫ですけど、ハイチさんなんか別に自分の学校やってるわけでもないですから、そういった意味ではやっぱむちゃくちゃすごいことなんでね。そしてさらに、まあ、さらに一つの教科だけじゃないですからね。英国数とか。幅広くやってますから、やっぱその凄さっていうのは、まあ普通の人の尺度では測れないっていう感じ。で、別に自分は先生だと思ってないっていうね。あれもすごい良かったですよね。なんかおっちゃんが教えてくれてるみたいなね。っていうのは、ああ、すごいなって思いましたね。まあだから自分にはできない。まあ英語しかできないですし、だから同じような路線とかっていうのは全くできない。まあ、多くのね、教育に携わりたいと思ってる人たちに、ゴールを見せてくれたというか、道を見せてくれたんじゃないかなと思います。ただし、険しいですよね。めちゃくちゃ険しい道になると思いますから、そこまでなんかおすすめできるっていうわけではないですけど、まあなんか余裕があって、他の人をこう、教育で助けていきたいみたいなね、人にはぜひ刺激になったんじゃないかなと思いますね。まあやっぱね、ハイチさんもね、実際のところ反感すごかったって言ってましたし、ね、自分自身ももう反感は、すごいので、それやっぱ止めようとする勢力はすごい強い、ね、止めようとする人、やめさせようとする人いるので、まあ大変な道だと思うんですけど、本当におめでとうございます。これからもう応援していきまーす。ね、とある男が授業してみたは100万人超えてますからね。まあそれぐらいやっぱり必要とされてるってことですからね。必要とはされてるんですよ。だからまだまだ教育系 YouTuber たちには可能性はあると思ってますんで、もっと大きく、このムーブメントというか、それを大きくしたいなって思ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.